はい、こんばんは、島津です。アマンダ・ザ・アドベンチャーね、続きからやっていきたいと思います。前回ですね、主人公が屋根裏でアマンダ・ザ・アドベンチャーといったね、子供向けの番組が、録画されているビデオテープを見つけました。で、そのビデオテープを再生していくたびにアマンダの異様な感じか。まあ、異様な感じがね、徐々に伝わってきました。で、まあ、最終的にはですね、そうだね、アマンダに近い何かが襲ってきて、まあ、終わったって感じだったんですけど、今回はね、別のエンディングを見ていって、このアマンダの秘密、ね、探っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。で、字幕の色なんだけど、前回ね、ちょっと黄色にしてたんだけど、ちょっと白にしてみようか。見やすさちょっと確認してみます。で、やっぱね、金庫ここにありましたね。で、金庫の番号は分かってるんですよ。825。開きますかね、この時点で。825。どうだ。開きはしないんだ。なるほど。また最初から見ていかないとダメっぽいね。That sounds delicious. Today we're going to make... あ、アップルは何で切るか。We can't use that. いや、手刀で切れるでしょう。頑張れば。いけるって。ごめん、今ね、金庫の番号を動画で見てきたんだけど、826でしたね。どうだ、開くか。開いた。うん。事前に情報を知ってれば開くわ。これは何だ？一時停止。なるほど。新しい機能が追加できるみたい。ん？あ、そこだったんだ。これで、まあ、一時停止することが可能になりました。で、これは、ここのじゃない？違う？これだ。うん。赤、オレンジ、青、ベージュ。色を示してるみたいね。OK。新たな情報がね、わかりました。で、今のとこね、これ以上は、いつもと変わんないから、ちょっと先に進めてみたいと思います。おそらくこの一時停止がうまく使えるんじゃないですかね。ほら。いける。で、このポーズが何を指してるかだよね。で、全部が腐るのね、ビデオテープ手に入れましたけど、今回は死ぬとかそういったことは答えない流れでいきましょう。おそらく変化すると思います。言わない。Why won't you answer my question? 答えないよ。食われるんだもん。言わない。You have to tell me. 言わない。言わない。はい。Don't you want to be my friend? Please answer my question. ウーリーがね、消されましたね。こんな不気味な君とはね、友達にはなれない。言わない。はいになった、強制的に。I think it might be too late. もう手遅れかも。あ、やば！ちょっと待って。いや、いいだ。そういうことか。もうこれはどうやっても、ここに持っていかれる。なんか周りを見ないといけないんですよ。そういうことね。OK、理解した。この時点では、なくなってんのけ？いや、もうくっついてるわ。で、ここも追加されてるから、この時点で825、826か。打つとどうなる？一応これで開くけど、中はすっからかんだよね。OK。Good job! ここ。これが気になるよね。メニュー。ああ、そういうことか、そういうことか。
一時停止してっつってる、これ。一時停止して、火つけろってこと？今これオフだけど、OK？ 10 分？これでいいんですかね？10分じゃなくてもいいのかね？この時間は合わせないで、とりあえず火だけつけてっていう意味だ、あれは。いいのかな？こんだけで。ああ、変わってる、見て！画面が変わった。ほら。なんだ？終わった。火事が起きたってこと？これ。おーおー、なんか変わってる。あ、ミートパイ来た。俺が食いたかったもんですよ。おお、いいの？まさかの俺が食べたかったパイと同じもんが来ました。え、じゃがいも 200g、キノコ 200g、肉 350g。いいですね。肉 350g も入ってると。うん。ジューシーなミートパイできますよ。え、525度に予熱して、パイ型の、肉、じゃがいも、キノコを入れて50分。チーズは？あ、チーズこれじゃない？これ。いける？あ、いけるいける。ほら。で、ネズミマークがありますよ。つまり、あら、みきゃ！あ、肉ってそういうこと？いや、俺ね、肉って牛肉がいいんじゃないかなって思ったんですよ。ネズミ肉はちょっとあれかな。っていうか、このネズミ、え、このネズミ 350g ある？ないよね。350も。まあ、新鮮じゃ新鮮だよ。世紀末だったらごちそうかもしれないけど、世紀末じゃないかんね、今は。ちょっと考えものですよ、これ。ピチャ。え、あとどうすんだ？待って。キノコはあんのよ。ほら。ここに。で、これね、取れるんですよね。はい。動画でカットしてるかもしれないんだけど、そうそう、引きちぎれたの。はい。じゃがいもは？芋は？じゃがいも、どこ？で、あれだね、テープ出てこないね。いや、テープ出てきてるわ。これ、後ろなくなってる？あ、なくなる。なくなって、ペッペされてる、ペッペ。そんな感じか。またチーズ出てきてるけど。あ、これ、バグっぽい。うん、もう選択できないよ。で、じゃがいもは？これか？いや、これ違うよね。じゃがいもどこだ？これね、ここに置くと、育つんですよね。ただ、じゃがいもは生えんよね。あ、じゃがいもあった！じゃがいもあったよ、みんな。星。星じゃない、月か。月マークどれだ？あれ。あった。こっからじゃがいもが生えます。セット。さあ、おお。あ、もういいの？はい。じゃ、これで、引っこ抜けばいいんだよね。逆さになんなよ。逆さになんなよ。引っこ抜けねえだろう。逆さになんな、なんなっつってるだろう。あ、もうこのままは？このまま入れんの？あ、このまま入れるんだ。土も入るけど、これだと。いいの？土もいいの？入れて。いや、まあ、こうで、何度？ 525 度で50分。525度で50分、はい。はい、はい、はい、はい。OK！できたー。美味しい美味しいミートパイができましたよ。はい。新たなルート、近所がね、誕生しました。行きましょう。Hi there! I'm Amanda! And I'm Wooly! Amanda, maybe some of our friends can come back to the neighborhood?
That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? 今回は、そうだね、パン屋がなくなって肉屋とお菓子屋ができてます。まあ、とりあえず普通通り進めましょうか。Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My friend... Something bad happened. What kind of card should I send them? 何か悪いことが起きたわ。これ? That's not the right card. あ、これか。はい。I don't think we want this. I think Amanda is confused. Here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. 今日は僕の誕生日なんだ。アマンダを手伝ってあげよう。これ? Are you sure that's right? I don't... It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is... My friend is having a birthday! I want to get my friend a special treat! Where can I buy a treat for my friend? Well, I know! Let's get them some nice candy! Do you know where the candy store is? 肉屋は選択できる? They don't have anything we need. 無理なんだ。 Look at the stores! Which one sells candy?キャンディーはまあこっちをね、はい。Does this help? 消えた。はい。Great! What? Why did you do that? Now I can't find the candy store! I don't know where to go! Can you help me? 消えたんだけどお菓子屋、全部肉屋になった。Don't do that! そんなことしないでって言われても肉屋しかないんだもん。肉屋しかないんだって。ちょっと待って、一時停止して周り見て、変化らしい変化はないね。うん、はい。 I said I don't wanna go in there! 肉屋しかないんだからどうしようもないでしょう。また俺は選択するぞ。いやって言われてもね、肉屋しかないんだからね。肉屋しか選択できないよ。ウリも肉が食べたいって、きっと。ね、肉屋にしとこう。No! Why can't I stop this? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else?I want to get my friend a special treat. そんなこと言われても肉屋しかなかったんだから。で、また雑ね、店員。ソーセージ?ソーセージは選択。あ、できた。I want to get my friend a special treat. 一応ソーセージは選択できたけど消えましたね。で、これ。Let me out of here! Wow, Amanda. That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now?Will you address the card? Who should I send this to? 全勝さした。ブチギレてアマンダが。え、ウーリーでしょ? Oh, Wooly! It's your birthday!今回はね、そうだね、ウーリーに渡しましたね。で、これは何だ?店。え?どこ?私たちは行こうとした。あなたが私を連れて行った。ほう。はい。はい。何?どうした?キャンディー?うん。待って。順番これもしかして。
はいはい。カードやキャンディーや肉の順番でここに来ますね。だから、待ってね。カードやキャンディーや肉。来た来た来た。もうわかんないね、よく。まあ、なんとなくわかるか。カードや、キャンディーや、肉。え？ガッツ。ガッツ？石松？違う？ まあ、に、あの、あれだよね。人形の首をちょん切れっつってる。ガッツ？はあ、人形消えた。逃げたね。首ちょん切られ、ちょん切られるから。やべえっていう感じで逃走したっぽいけど。あ、ガッツはね、あれだ。コード。だと思う。ほら、鍵がついてる。赤い鍵。ガッツ。オッケー。ここだ。ここにハサミがあるんだ。ここが U。はい。2、TS。最後が S、来た。開いた。クレヨンカッター。あ、新しいビデオテープあった。で、これがクレヨンカッター。現状ね、いや、これクレヨンカッターじゃないよね。ハサミだよね、普通の。現状人形はいないんで、ビデオを見るしかないですね、手段としては。家族って何？大切な存在ですかね。これ、気になるね。20。わかったわかった。このね、あるよ。このタイプの。紋章？これ、黄色。黄色をちょっと取っとかないとダメっぽい。これだ。ほら。はい。置いて、ハサミ？切る？いや、切りはしない。この花が人形が好きで、酔ってくるんじゃない？で、ちょん切れって言ってんのかもしれない。まあ、ビデオ見ましょうか。家族って何？I'm Wooly. Baa. Wooly just made an animal sound. He said baa because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great. You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. 何？At a petting zoo. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal and I. Animals don't talk, silly. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says, meh. Meh. A chicken says, a pig says, like, fun! Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? 豚の鳴き声だけね、すごくリアルでしたね。で、お前ひどくねえか？アマンダ。ウーリーに対してその態度は。動物は喋らんわ。お前は黙っとけってね、言ってましたよね。で、後ろは？なんかある。これか。
ここにあったの。おおほうほうほう。これは？マース。うん、これで合ってるはず。まあそれにしといて、で、なんて？なんつったアマンダ？ヤギだったっけ？ That's not where they are. あ、違う、ニワトリか、はい。Wait! Let's go see the silly chicken! What a cute fib! Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens, and I see a daddy chicken. Look at the chickens! Do you know what the daddy is called?お父さんニワトリをなんて言うか知ってる？え？なんて言うんだっけ？メンドリ？違うよね。メンドリじゃないよね。No, that's not what they're called. Try. 来た。アラート、待て。アラートシステム。次は、台風。違う。え、な、あら？あ、これ？違うよね。竜巻になんないがよ。これランダム？あれ？なんない。雷しかなんない。どうなってるこれ。ここはまだ行けないのかも。うん。次のエンディングに行かないと。わかんないシステムになってそう。オンドリか。The daddy is called a rooster. The mommy is a hen, and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum yum. 食いやがった。Okay, let's go see some more animal families.Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? ウーリー喋れんごなってる。アマンダがやったね、これ。で、メンドリはね、分かってましたね。オンドリか。これ何？アリっぽくも見えるけど。アリ系？それともダニ？なんかね、そういう風にも見えますよね。じゃあ、羊行こうか。Okay, let's go! Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. 次は雨。あ、ブリザードか。吹雪。ちょっと待って。ウーリーが完全に、ね、完全に、羊になってしまいました。うん。ダメだね。いじることはできないわ。じゃあ、通しで見よう。で、猫が来た。Hi, little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels?どんな気持ち？悲しい。She must be so scared. 怯えてる。寂しい。There's nobody to love her. 誰にも愛されていない。へえ、なんだよ、孤独。一人ぼっち。This kitten is alone. There is no one to help her.この一人ぼっちの子猫を助けてくれる。はい、猫好きなんで助けます。待て待て、ちょっと待て。異常なし。テレビの静電気が大きくなる。
これでウーリーとはお別れですかね。いじれる？これで。いや、変わんない。もう一回見るしかないっぽい。じゃあ次は助けない？いい絵にしようか。いいえ。いいえ。Won't you help the lonely kitten? Won't you help the lonely kitten?浮いちゃった。は？またゲームオーバー。なるほど。アマンダが怒るとこいつが来るんだ。そういうことですよね。次は。もう分かってるんで、人形の首を切りましょうか。人形はまだいるんで、直近！あ、電池が来た。はいはいはい。で、電池入れます。はい。これは楽しくなるぞ。だって。キッチンじゃなくて、ちょっと待ってね。あれ、お店のやつ。お店のとこに番号があったんですよ。Good job! これこれこれ。だから、1503.25。うん。一時停止して1503.がないから325打とうか。325 OK。ケイトのことはお悔やみ申し上げます。うん、こんだけ。いや、なんか来てるね。どうだ。いや、来てない。ん？あ、映像が変わってる。 I don't want to play anymore right now. 今は遊びたくないって。お？おお！ケーキが来てる。お誕生日おめでとう。1歳年を取ったね。ちょっと待って。あー、読めないのか。1歳年を取ったね。おめでとうかな。最高の1年になりますように。0882。0882。08882。は、なんでよ。あ、そういうことか。あ、ろうそくは1を表してる。081821。うん。081821。325度で30分。325度で30分。おお、ろうそく来た。待って、これ刺してブスッと。お誕生日のカードが来ました。1年が多くの祝福に、満ちたものでありますように。愛を込めてブラボット。次は、ちょっと待ってね。
これ持ちながらできそうですね。1×4 は4。はい。5-1 は4。1×1 プラス1、2。1÷1 は1。1+1+1、3。で、1-1、0。はい。ケーキの上に乗ってるものはカードにある。どういうこと？ろうそくだよ、ケーキの上に乗ってるのは。わかった。ろうそくの数を入力するんだ。だから、最初は1。で、もう一回1。で、次は2。で、次は2。で、次は3。で、次は1。どうや？違うんかい。これを加算しろってことですかね。ろうそくの数を。3にするんですかね。ろうそくの数。3にしたら、いや、ダメだ。3にしたら、超えるね。2桁になりますよね。3、4、12。うん。あそこに入力できるのは全6桁だもんね。うん。で、最初のが2桁になっちゃうと7桁になるから入力できなくなりますから、単純に2ってこと？このろうそく1本のとこにこのろうそく2本の数字を入れろってことですかね。だから、2、4が8。8。で、次が3か。うん。だから、8、3、で、次が、2×2、プラス1。だから、5。で、2÷2 は1。で、2+2+2で6。で、2-1は1。どうや？来た。合ってたけど、ここが CCDCEF CCDCFE 来た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 、あ、プスッと、おっと潰れてる。腐ってるよ。誕生日おめでとう。大変事故が起きたの。もう一本のテープが来ました。行くで。 We don't have much time. Do you trust me? 僕たちにはあまり時間がないって。僕を信じる。やっぱウーリーはこっち側のね、味方みたいですね。はい。ウーリー、ready for an adventure? Amanda, you know you can't. Wooly had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. No, Amanda, I'm fine. I just. Poor Wooly is so confused. We really have to help him. First,We have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? どこも壊れてないよ。異常ないよ。これ自分で選択しろってこと？頭？ Wooly's head is broken, but Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Wooly, drink this. I don't know, Amanda. It's all just pretend, isn't it, Wooly? Amanda.We need to operate immediately on the patient's brain. What tool should we use to fix Wooly's head? The saw, the hammer, or the forceps?
いや、頭じゃないかなって思ったけど、やっぱこの展開になる。どうすんだ。ノコギリ、ハンマー、監視。いや、まあ、解凍手術はまずノコギリですよね。ノコギリで骨を、ちょっとちゃんとパッカリするんですよね。やるの？やっちゃうの？アマンダ。ウーリーを。ウーリーもまた飲むよね。すんげえ怪しい飲み物なのに。じゃあ、ノコギリ。That might be helpful, but what else could we use? え？ハンマーで殴んの？あ、もう直接頭殴って直すって言ってる、こいつ。こいつって言っちゃったけど。ハンマーだよね、じゃあ。Things could get really messy if we use that. それを使ったら面倒なことになるよ。え、監視じゃ何もできないでしょ、監視？ That looks hard to use, but I could try. ちょっと待って待って待って。ここのもの使わないよ。じゃあ何使うの？なんかあるか。あ、待って。ストップ。後ろ。いや、特には何もないね。はい。I tricked you! We're going to use all three! 三つとも全部使う。The patient is getting rowdy! I'll need a little help here! Help me! Please! Stop! Who are you going to help? あなたは誰を助ける？ウーリーを助ける。You're not going to help me? Fine! I can do this by myself!ウーリー、ウーリー、ウーリーが、ウーリーが解体されちゃった。そして新たなビデオテープ。これなんだ？なんだ？マテリア、え？マテリアル、なんて書いてある？マテリアル財難とかって書いてあるよ。読めないね、ちょっと最後のが。マテリアルは読めるけど。じゃあ見てみましょうか。これが新たなエンディングっぽいです。I'm Hi! Trap door treat! ウーリーがね、ロボトミー手術されてましたね。完全におかしくなってた。で、後ろ向くと特にない。待って、これ。待ってね。ここで止めると変化はない。本当に？あー、ビデオあった。え？ 1984 年夏。夏だって。これちょっとまあ置いといて。うん。Treat. だから、これはもう終わりだ。これを取るためのもんだったみたい。で、1984年夏、何が起きた？ I'm allergic to apples. How many chairs? How many mushrooms? How many fruit? How many plate?ここの番号、番号つうかね、ここの個数はここのこと言ってる。ここ数字だもんね。で、まずは椅子がいくつあるか。椅子ある？ないよね。ゼロ。椅子はゼロ。あ、違う。一個あった。椅子は一つだから1。で、次がキノコ。キノコは、1、2、3、4、5、6、7。果物。1、2、3、4、5。で、奥に桃があるから、6。最後にライト。ライト1。1だけですね、ライトは。うん、あ、違う、2だ。ライト2。だから、1762、
1762で入力してみましょう。開かない。え、数え間違い？8だ。キノコ8。ごめんなさい、8でした。いや、椅子はね、2つあった。だからここも更新して2862。はい、きたー。正解は2862でした。バケツがある。はい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 。ロボにかけることできますよ、かけようと思えば。これはホームムービー。あ、しまった、入れちゃった。4-0-1。 あー、ダメだ、わかんない。ウリーがなんか言ってる。4012-58で、水をかけた後だよね、これ。水をかけた後に入力だよね。やめてみたいなこと言ったね。ダメよ、僕を忘れないでね。あー、ごめんなさい。こっち先に入力すればよかった。401258。まあ、次回だね、ここに関しては。うん。で、なんかの鍵。これか。これだ。開いた。ベストフレンド。分かち合おう。が、アンロックされました。いきます。Hi, I'm Amanda. When you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys.They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? 全部腐ってんだけど。そうだね、ソーセージ食いたい気分かな。Yum, that's my favorite. Friends can share other things too. They can share secrets. Can I share a secret with you?あなたの秘密を教えて。あ、ここで入力する感じ。4、待ってね。4012-58。Oh. へえ。I thought you were different. あなたは違うと思った。ああ。合ってたの？もしかして今の数字。ここで打つためのもんだったのかもしれないね。おこ。おこ。おこって何を？え？何を？まあ、とりあえず、出れますわ。空虚な結末だって。え、とりあえず脱出はできたって感じっぽい。ここの翻訳面白いね。ポリゴンの達人、デザインの君主、サウンドの帝王、問題解決責任者。はい、ということで次のエンディング、空虚な結末ね、こちらが解放されました。多分だけど、あそこの秘密の数っていうのはブラボッドに6文字入力してそれで確認するところだったのかもしれません。今回自分は先にね、水をかけちゃったからああなってしまいましたけどね。
真相はどうだったんでしょうか。はい、ということで本日はここまでにしておきたいと思います。次回は3つ目のエンディング見ていければいいと思ってるんで、よかったらねまた見てやってください。それでは、島津のアマンダ・ザ・アドベンチャーになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。